あ、もう動く。で、これがおじいちゃんか。じゃ、誰だろう、この女性。すごく懐かしい演奏をする人だ。女性？いや、今日は体の調子は大丈夫なのかい？君の演奏は久しぶりに聞いたよ。うふふ、今日は調子がとてもいいんです。まるで指が勝手に踊り出すみたい。いい音色だ。今弾いてる曲の名前は何て言うんだい？すごく美しいメロディーじゃないか。名前なんてありませんよ。ただ気ままに弾いてるだけなのですから。相変わらず君の演奏の腕前は一流だよ。こんな人と結婚できて僕は世界一の幸せ者だ。なんたって君の演奏を独り占めできるんだからね。褒めすぎですよ。私はそんな大した人ではありません。基礎だって習ったわけでもありませんし、上には上がいます。プロの人から見ればまだまだです。僕も幼い頃からピアノを弾き続けてきた。他のどんな人よりも上手に演奏できる自信があった。だけど君に会ってからその人生は見事に打ち砕かれたよ。才能の差に嫉妬すらする。僕は君の足元にも及ばない。あなたの演奏は私のと違い、たくましさ、正気があります。あなたの演奏にはちゃんとあなたの良さが入っていますよ。どちらが上だなんてそんなこと比べること自体が間違っていると私は思います。たくましさか。僕の曲に入っているのは醜い顕示欲と小心者の野心だけさ。僕は音楽が好きだったんじゃない。音楽を演奏して人から褒められるのが好きだったんだ。褒められるために難しい曲にも挑み、派手な作曲もした。とにかく目立って自分の存在をアピールしたかった。欲のためにコンサートにもどんどん出たし、作曲もいっぱいした。もっと目立ちたかったので音楽評論家みたいな真似もした。そして情けないことに、いつしか金のことだけしか考えられなくなってしまっていたんだ。私は音楽評論家が大嫌いです。重箱の隅をつつくように悪いところを必死になって探して、点数をつけて比べることに何の意味があるというのです。人の心を踏みにじってお金をもらうなんて哀れすぎます。そう、僕はいつからか気づかないうちに汚れていた。演奏にも汚れたオーラが伝わったのだろうね。人が離れていった。曲のファンだった人も減っていったよ。どんなに曲を作ろうとしても欲まみれの曲しか作れない。何よりも目立ちたがり屋だった僕は誰からも相手にされなくなり絶望した。そんな時に君の演奏と出会えたんだ。ずっと空き家だったお隣さんからピアノの音が聞こえてきた。はじめはいつもの癖で批評をするために耳を澄ましていたよ。だけど君の演奏を聞いていたら、そんなよ、汚い心が痛み出した。ピアノを弾くのが楽しくて楽しくてしょうがない、そんな気持ちがこっちにも伝わってきたからだ。音楽っていうのは音を楽しむって書くんですよ。知らなかったですか？ピアノを弾けば海にも花畑にも宇宙にも行けますし、空だって自由に飛び回れます。君の演奏を心底尊敬するよ。ピアノの演奏を聞いて泣いたのは多分あの時が初めてだったんじゃないかと思う。僕は君のことを、人脈をフルに使って調べたよ。しかしそんなすごい演奏を奏でられるというのに、誰も君のことを知らないという。当然ですよ。だって私は家の中でしかピアノを弾けませんもの。表立った行動は何一つできませんでしたからね。君は毎日同じ時間に演奏を始めた。僕はその演奏を聴き終えると、今度はこっちも負けずにと似たような曲を演奏して対抗した。最初は対抗心だけだったけど、1ヶ月も続けると実力の差に気づかされ、自分の小ささを知ることができた。対抗心は妬みから尊敬へと変化し、最後には恋となった。そしてそんな僕の演奏も変わっていった。君の演奏が好きで好きでしょうがない。毎日この時間をが何よりも待ち遠しい。そういう気持ちを込めてピアノを弾くようになった。ちゃんと伝わってきましたよ。だからお返しもしました。あなたの演奏はちょっとだけ怖いです。もう少し優しくしてください。と演奏に込めました。お互い会ったこともない人と演奏で会話するなんて洒落たもんだな。だけど言葉を交わすよりも十分に相手の気持ちが伝わってきた。言葉じゃ伝えられない感情も音楽を通してならいとも簡単に共有できた。まるでデートしているみたいでしたね。少し拗ねてみせればご機嫌取りに走るんですから。本当楽しいものです。私は幸せ者です。幼い頃から目が見えず、目が見えなかったんだ。外にも出られなかったから、ピアノを弾くだけの人生しか過ごすことができずにいました。それをあなたが変えてくれました。私には他の人が普通にできることができません。外を散歩することすら叶わない。演奏で気は紛れますが、ずっと孤独でした。死にたくなるほど孤独でした。そんな私のピアノの世界にあなたが入り込みました。今まで一人だったものが二人となり、とてもドキドキしたのを覚えています。目の見えない私にとってあなたは初めて会った光でした。僕らは結婚し、子供も生まれ、こうして一緒に幸せな家庭を築いている。僕も作曲家としてようやく自信を取り戻せつつもある。それなのに、どうして？これからじゃないか。そんなに悲しまないでください。大丈夫、私がいなくなってもあなたならやっていけますよ。あなたの音楽はとても優しくなりました。きっとうまくいくと信じています。あー、そういうこと。
余命3ヶ月といえども私は今までの人生を十分幸せに過ごすことができました。これも全部あなたのおかげなんですよ。本当にありがとうございます。何か僕にしてほしいことはないか。君がしてほしいことは何でもする。それじゃあ一つだけすごいわがままな約束なんですがお願いできますか。約束する、言ってくれ。私宛てのラブレターを作り続けてください。ラブレターを。目の見えない私にとってあなたの弾くメロディーこそが文字であり、曲こそが一通のラブレターです。どうか私のために愛を込めて全力で作曲を続けてください。なるほど。死んだ人間は魂だけの存在となり、生前の記憶をすべて洗い流され別の人として生まれ変わると教わりました。私が魂だけとなり全ての記憶が洗い流されたとしても、あなたの演奏は覚えていられる自信があります。それほどまでに魂に深く刻み染み込んでいるのですから、ちょっとやそっとじゃ洗い流せませんよ。私は来世でもあなたに会いたい。だけど私はあなたの顔を見ても思い出せない。だからあなたの演奏した曲で思い出させてほしいのです。生まれ変わった私へのラブレター、約束してくれますか。わかった、約束しよう。僕はこれから作るすべての曲に君への思いを込める。生まれ変わった君に伝わるように全力の愛を込める。君がどこにいても届くように僕は世界中に伝わる曲を作ってみせる約束だ。だから来世でもまた会おう。かっこいいね。ありがとう。なるほど、これが作曲の秘密だったんだ。おお、なるほど。あんたのじいちゃんが作曲していた理由分かったかい？亡くなった祖母へのラブレターというわけですね。なるほど、私には続きを作れないわけだ。で、これからあんたはどうするよ？じいさんの残した未完成の曲、完成させるかい？人のラブレターに過失する趣味はないよ。残念だけど続きを作ることは諦める。ああ、残念、10年挑み続けた目標がなくなっちゃった。そうかい。でもまあそれも正解の一つだ。いいんじゃないか。だけど代わりにやらないといけないことができた。お、いいね。どんなものだい？聞いてやるから言ってみな。これだけたくさんのラブレターをもらったんだもの、きちんと心を込めて返事をしないとね。おいおい、お前に宛てたラブレターじゃないだろ。気を使って返事なんてしなくてもいいんじゃないか。私宛てだよ。だからそれはあんたのじいさんが妻に宛てたもの、もとい妻の生まれ変わりの誰かさんのために宛てたもんだぞ。聞いてなかったのか。だから私宛てだって。え？あ、え？おい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 、ちょっと待て、もしかしてまさかあんたが、嘘だろ？すごい。私が魂だけとなり全ての記憶を洗い流されたとしてもあなたの演奏を覚えられる自信があります。それほどまでに魂に深く染み込んでるんですから、ちょっとやそっとじゃあ洗い流せます。え？え？さっきの過去を見てようやく思い出せたよ。孫がずいぶん近いところに。まさか生まれ変わったというのか、自分の孫に。ずっと疑問に思ってた。どうして祖父の音楽は私をこんなにも魅了するのだろう。どうしてピアノを弾くだけで祖父と一緒にいられる感覚に、浸ることができるんだろうってね。答えは簡単。私の魂にずっと、染み込んでいたからなんだね。前世からずっと薄れることなく。そんなことがありえるのか。ねえ悪魔さん、一つだけお願いがあるの。なんだ。今から私はこのピアノで1曲だけ演奏する。全身全霊を込めてラブレターのお返しをね。その曲が終わったら私の前世の記憶を消してほしいの。え、なぜだ。ようやく思い出したんだろ。普通はそんな奇跡絶対に起きえない。なんで前世の記憶を粗末にするんだ。私はマリン、ちょっと可愛いちょっと可愛い普通の女の子。将来の夢は祖父のような作曲家。今更自己紹介か。私の人生は私のもの。前世の私はたくさんのラブレターをもらって十分に満たされた。だからもう休ませてあげたいの。本当にいいのかい。もちろん。わかった。お望み通り演奏が終わったら前世の記憶を消してやるよ。いやー、すごいよくできたお話だね。じゃあ弾いていきますか。それでは聞いてください。一世一代のコンサート10周期のあなたに送るラブレターのお返事です。エンディングだー。すごーい、いいお話だった。ホラーゲームだからハッピーエンドじゃないのかなと思ったけど、すごい感動してしまった。これ見てる人もきっと感動したと思うんですけど、どうですか皆さん。これはいいお話でしたね、最後。なるほど。ああ、このなんというか浮遊感が
ふわふわした気持ちが気持ちいい。とってもいいお話でした。ホラー要素もあり。ホラーゲームっていうことで始めてみたんですけれども、なんか 2D アクションだったり、3D の、なんだろう、3D ダンジョンの視点で始まってたり、普通のホラーゲームではないようないろんなゲームモードがあって、とっても飽きることがなく、面白かったですね。で、お話も、皆さん見てもらった通り、とっても素敵なお話で、心温まるホラーゲームという、ちょっと珍しい感じのゲームでしたけれども、とっても最後まで楽しく遊ばせていただきました。作者さんのサイトに、この作者さんが作られたフリーゲームがいくつも紹介されているので、この棺桶時計の動く夜っていうゲームで興味を持った方、ぜひ、説明文のね、この画面の下をスクロールしてもらうとあるんですけど、説明文のリンクから作者さんのサイトに飛んでもらって、また他のゲームもプレイしてもらえると嬉しいんじゃないかなと思います。ぜひぜひプレイしてみてください。なんだ、すべてのプレイヤーと素材提供者様方感謝を込め、街の左下にいる猫に3回話しかけてニコニコと入力すると、なんだろう、あ、これコメントであった。これなんかニコニコのなんかネタらしいですね。おー、トゥルーエンド、10周期のあなたへ。わー、いいお話だったー。って何話だっけ？そう、作者さんのサイトに他にもゲームが置いてあるので、ここから興味を持った方もぜひぜひプレイしてみてください。説明文のリンク貼ってあります。下にね、スクロールしてください。マリン、起きなさい、マリン。おー、これで記憶が消されちゃったのか。あ、ここで寝てたんだね。あ、お母さんお帰りなさい。まったくこんなところで寝ちゃって、一人だからってきちんとしないとダメじゃない。ごめんなさい、なんだか寝ちゃってたみたい。すごく長い夢を見てた気がする。とにかく顔洗ってきなさい。まったくしっかりしてきたと思ったけど、まだまだ子供ね。なるほどね。いやー、でもしかしなんか残酷な方のおじいちゃんを信じてしまった自分が情けないわ。おじいちゃんごめん。どんな夢を見ていたんだっけな。辛かったり悲しかったり楽しかったり寂しかったりしたのは覚えているけど、具体的には何にも思い出せないよ。確か昨日夜になって時計が鳴ったから様子を見に来たんだけど、そこから先のことが思い出せない。なんだか忘れちゃいけないことを忘れてる気がする。ねえ時計さん、あなたは何が起きたか知ってる？って止まってる時計に話しかけても無駄だよね。お母さんの言う通り、早く顔を洗ってさっぱりしてこよう。夢なんてそんなもん、雲のように形を変えてなくなる。あんまり気にしない方がいいかもね。それよりこの感覚を作曲に生かせないか考えないと。お？どうした？ってあれ？時計が動いてたってこと？時計が動いた？え？え？え？なになになに？うわ、びっくりした。携帯鳴るなよ。え、記憶が蘇ったってこと？え、何？私はマリン、ちょっと可愛い普通の女の子。将来の夢はおじいちゃんおばあちゃんを超える作曲家。あ、思い出したのか。なるほどね。まったく焼けるよ。だけど負けないよ。私二人の孫だもん。さあ顔洗ってこないとね。健全な肉体には健全な音楽が宿る。私なりに頑張っていきましょう。え、思い返したってことでいいんだよね、今のは。あー、これで終わった。いいゲームだったな。面白かった。あー、とっても面白いゲームでした。次はね、また夏っていうことで、ホラーゲームをやりたいと思います。多分ホラーゲームかなと思うんだけど、前にね、リンボーっていうゲームを実況したんですけれども、その作った、会社さんかな、チームさんかなが、新しいね、なんかホラーゲームっぽいのを出したらしいので、それをダウンロードしてやってみたいと思います。インセントかな？インサイドかな？インサイドって言ったな。インサイド。インサイドっていうゲームをやってみたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録、再生リストよろしくお願いします。
赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。